子供のまーちゃんです。本当の心の力、はい、始まりました。前回は、なんやこやいろいろ喋りまして、つまらない考え方というので終わりましたけども、今回は続けます。それで前回思ったんですけど、これ100人男性全員いったら、これ100人の侍みたいなね、スパルタみたいな国の最強な、侍になれればまたかっこいいなとかって思いながらねはい、じゃあいきます。今回はチャンス、はい、国君にもチャンスを逃す者は愚人であるというのがある。また誠によく成功する者は常にチャンスを巧みに捉える人であるというのがある。ところが誰もが知っているはずのこの言葉通りに、チャンスというものをいつも正確に逃さずに捉えて人生に生きている人がどのくらいあるであろうか。しかもチャンスというものはそうしばしばは容易に恵まれないものである。要するに運命であれ健康であれ、それをより良い状態にするには、特に後世のチャンスを絶対に逃さぬことである。そしてチャンスに対しての必要な注意は常にそれを逃さないようにすること。もう一つはチャンスに直面した際、無駄に迷いためらわないことである。すなわち颯爽たる決断力を持って万難を排してこれをキャッチすべしである。これぞ愚人の鉄を踏まない最良の手段であるということを述べてます。うん、ちなみにまっちゃんは、お笑いをやるときですね、お笑いって会話、まあ漫才がメインなんで、会話してるとそこに会話の空気の中にチャンスって出てくるんですよ。で、右脳と左脳を別々にこう考えながら使って、やるんですけども、その時にね、あ、チャンス来るって思った時にいち早く右脳の方で、面白いボケを思い浮かべて、でチャンスが来たと同時に左脳でその言葉を発して笑いを取るっていう形をよくしてました。でチャンスは目の前にあるっていう空気感とか、そういう言葉の流れとかでチャンスを掴んでましたね。で迷った時、私はもう迷ったらやめるかやるかどっちかにするんですよ。で基本的にこれ覚悟の話なんですけど、迷った時にやると大体は失敗するんですよ。でそこで後悔するという考えを持つか、やって失敗してそれを次に生かそうとする覚悟を持つか、どっちか、これが持てないのであればやめるべきです。やめるという決断をすることが一番いいと思います。でこれ私やりました。で私は迷ったらやるっていう決断にしてます。なぜかといったら絶対失敗するし、できもしないことでも体験できないことを体験できるっていうことって、他の人よりもまた一段とこう魂が上がるっていうか、経験ないことを上がるっていうか、
そういうことをすごく捉えてまして、それでいろんなことをやってきました。だから今で言うと、私を変ですけど、裁判もあったし、検察庁で取り調べとか警察で取り調べとかいろいろありました。手術もしました。あとはまず逮捕されてない、牢獄に行ってないし刑務所に行ってないって、ここだけは絶対行かないように しようと思ってるんですけど、これ行ってもいやあまり意味ないなと思ってて、だけどそれ以外のこと、芸能界に行ったりとかですね、アルバイト、いろんなアルバイトもしましたし、人がなかなかやってないことをやりましたね。だからといってそれが積み重なるっていうことって案外ないかもしれないですけど、ただ広くですね、対応できる能力があるのかなっていうふうに今は思ってます。はい、次行った方がいいです話が長くなるんで、はい、次。心に施す技術。一切の人生を完成せしめるゴールデンキーは、想像力という心のバイブレーションを受けて強固になる信念の力一つです。そのためには潜在意識の持っている素晴らしい作用を実在意識からうまくコントロールしていく方法を活用することです。少し理屈っぽいことを言うようですが、そもそも心というものの行う思考の直接の源は、多く言うまでもなく意識ですね。その意識は実在と潜在の2つがあると。で、実在意識は思考や想像の源を成して、存在意識の力は、力の源は、という、力の源という役割を行うのです。はい。なんかおかしくなった。だから、潜在意識は他から入ってくる印象の貯蔵所でも、あると同時にまた経験したことをしまっておく倉庫でもあると。もっと簡単に分かりやすく言うと、潜在意識は人間の生命を生かしまた守る貴重な役割を実行すると同時に、実在意識の思念するものを現実化するよう自然に努力を行う傾向があると。はい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 、体を鍛えるって思えばね、それが潜在意識の中で言うと、潜在意識に溜まったら自然とこう体を鍛える方向に行ったり、こうね、ちょっとなんか走りたくなって走るとか、そういうことなんだと思います。だから現実を生きがいのあるものにするには、心に施す技術、いわゆる想像力を応用して自分の念願、宿願をはっきりと心に描くことを絶え間なくやるという技術に完全に熟達しなさい。上手になりなさい。ということを述べてます。これですね、私の経験上で、大学に入った頃ですね、ありました。これやってました。ここの中、大学で何をするか。で、二つ決めたんですよ。なぜか。で、それが、お笑いと、サッカーやりたかったんですよ。そしたら、サッカーは、いろいろ見たら、偶然にもめちゃくちゃうまい友達がいて、その愛好家みたいな友達のサッカー、なんだろう、愛好家クラブ、わかんないけど、そういうのに入って、それで社会人サッカー
のリーグに入りまして、3部で1位で、2部で2位になったのかな。うん。で、1部になってくると、この J リーグが見えてくるんですよ。昔ですからね。何十年か前ですから。うん。で、そういうので、で、フォワードで、で、やったら点数取ってましたね。で、これは思った通りになりまして。で、もっと思った通りうまくいったのは、私の資質とか、そういう元からある能力で、うまく逆回転に変わったのが、その、目立つ子っているじゃないですか。何もしなくても。で、私も何もしなくても目立つ子だったんですよ。で、それでいやいや言われたり、いじめられたりしてきたんですけど、お笑いに行ったら逆に目立つから面白くなったんですよね。で、面白い、こう、コツとか、そういうものが自然と身についていって、それで、これもうまく東京の方とか、いろんな人について、結局は東京に行って、いろいろやりましたけども、うん、ここのこういうことだと思いますね。自然に決めたらそれに向かって努力してやっていくうちにどん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 大きくなって、まあ私は青森だったんですけど大学 でその時はもう大学でラジオテレビとか24時間テレビも出ましたし、うん、そうすまず プロみたいな形でやってましたね。うん。で、まあいろいろとね、まあ小さい事務所の方で声お声はかかりましたけど、まあ私は小作家大魔王先生の、うん、弟子みたいなもんだったんで、その事務所に、まあ行きましたけど、まあそういうふうな努力するとおのずとこうや、うん、来ますね、いろんなものが。そこはやっぱり、うん、そういうことをやっぱり自分の心の中で思うことで全てがうまくいくなって思うことがすごくありますね。あ、ムカつくやつがこいつやめねえかなとかって一回高校の時思ったことあってそしたらそいつ暴力沙汰事件になって退学になりましたね。すぐその時ちょっとびっくりしました私に何の能力あるんだよみたいな。はい、ということで何の話になりましたが、そういうなんかねちょっと霊感みたいなものがあって、そういうのが高校の時ありましたね。もう一つあるんですけど次話します。ご視聴ありがとうございました。また次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバイ、またね。